あの模擬授業がその場で問題渡されて30分ぐらい準備時間だっけな、忘れちゃいましたけど、浪人の一番下のクラスだった。で、四ツ谷学園のね、いいところっていうのは授業がいっぱい、一番最初の講習僕に寝坊したんですよね。4000だと思ってたんですけど、90分、いや90分6000じゃないですかとも言われたんで。ハローでは始まりました、アマチュアチャンネルです。今回はですね、新人予備校講師時代だった時の話、四ツ谷学院編ということで、四ツ谷学院でね働いてた時のね話をちょっとしようかなと思いますね。で、四ツ谷学院で行ってたのは最初が立川だったと思うんだよね。で、2年目から大宮と池袋かだったと思いますね。西武池袋線沿いに住んでたんですよ。なんで、ね、まあ分かる人は分かるけどね、秋津、新秋津っていうね、この武蔵野線につながるのがあるんですけど、なんで池袋行くときは西武池袋線で一歩、うん。で、大宮行くときはね、そう、秋津、新秋津っていうね、武蔵野線で北に向かっていくみたいな感じだったんですよね。立川のときはそう、武蔵野線で逆に下がっていくみたいなやつで。で、早稲田塾の八王子か、でやってたときもあって、で、早稲田塾の八王子と、ね、四ツ谷学院の大宮校で、武蔵野線のね行く方向が逆なんですよ。それでよく乗り間違えて逆に行っちゃってたっていうのは覚えてますね。で、まず、まあ、四ツ谷学院の採用試験は、今はどうなってるかわかんないですけど、結構でもその後に働いてた人たちも同じこと言ってたから、その場で問題が渡されるんですよね。あの、模擬授業がその場で問題渡されて、30分くらい準備時間だっけな、忘れちゃいましたけど、はい、これで準備してくださいって言われて、渡されたのを見て、授業を準備するんですよね。で、なんか辞書引いたりとかしてみんな調べるみたいな感じで、ね、今ならね、スマホがあるから、そんなもんさっとできちゃうだろうな。で、準備して、そこにいる、一人しかいないんですけど、一人のその責任者みたいな人がいて、その人に向かって授業するって感じです。四ツ谷校だったね。東大の問題だったと思うんだよね。東大の問題で、あ、そう、メイクセンスっていうのが入ってる英文で、あんまり日本とかで教えられないようなやり方で教えたんだよね。なんかメイクセンスってこういう感じで習うけど、実はこう考えると分かりやすいんだよみたいなのを言った記憶がありますね。よく覚えてんな。で、それで無事合格して立川校でやったんですけど、立川校はね、浪人の一番下のクラスだった。なんて名前のクラスだったかな。もうとにかく超一番下の下、内容もだから超簡単、もうマジっていうぐらいのレベルで、マジかっていうぐらいの超簡単だけど、まあ、ほとんど人がまあ分からんと、そのレベルでも。だからね、まずね、話聞いてられないし、耐えられないし、そんなクラスでしたね。大変だった。すごい少人数だったらいいんだけど、そうでもないんだよね。まあ、いて、後ろに固まってるみたいなさ、そういう授業で大変だったよね。なんか面白い話とかするときは食いつくけど、さあ、いざ問題解いて、さあ、解説だってなるともう寝ちゃうみたいなね。そう、予習もして、来ない授業だったと思う。生徒たちもその場で問題解くっていう感じだったと思うんですけど、だってもう解いてる時寝ちゃうからねもう大変だったね。何だったんだろうね、あの授業は。本当に当時はまだね、チョーク投げっていうのがね、黙認されてた時代ですから別に生徒に当てるわけじゃないですよ。チョークを、で、後ろに座ってっから、後ろの壁にね、チョークが当たるっていう。で、だから後ろに、こう、赤だったり青だったりのこうチョーク跡がつくっていうのが、なんか恒例行事みたいなね、そんな感じの授業でした。まあ、ちゃんとついてきてくれる子はいましたけどね。いや、一番良かったです、今までの授業の中でとかって言ってくれる子は何人かいましたけどね。で、池袋と大宮が始まるんですね。大宮の浪人生が、基礎クラス。だ、下から2番目か、基礎クラスっていうのは。一番最初におじいさんが入門クラスみたいな感じで、もう本当にもう何にもできない人よ。で、2年目やったのが基礎か。基礎の読解の授業でしたね。朝一、基礎の読解のやつね。これもすごい簡単ですよ、テキスト自体はね。で、ここでいつも言ってる、まあ、あっちも2等コマ線も1個も受かんなかったけど、早稲田だけ受かったっていう女の子がいたクラスですね。まあ、結構面白かったですよ。すごい簡単な内容なんで、だから授業準備とかも何もしていかないでそのままやってたんですけど、笑いの絶えないクラスみたいな感じだった。で、それに対してね、現役生の授業は一番上のクラスだったんだよね。えらい難しい構文がバンバン出てくる、超むずいやつだった。
でもその超上のクラスは一人しかいなかったんだよね。一人の女の子だけいて、で、二学期かなんかからもう一人増えて二人になったんだよね、確かね。で、すごい英語ができる。うわ、すごい。こんな難しいのやって、こんなん予習してくんだなと思って、そう、和訳とかあって、一人か二人しかいないから、こういうふうに訳したとか、こここうだと思ったっていうのを言ってもらって、もう個別みたいなものがね、でやってたんですけど、別になんかすごいいい大学には行ってなかった気がするね。なんか最後、こうこうこうでしたみたいな手紙をもらった記憶があるんだよね。なんだそんな他の教科そんなできなかったんかいと思ったけど、だってほんと昔の兄弟の問題中心みたいなね、そんな感じのテキストでしたね。まあ面白かったよね、その頃ね。いろいろヨゼミかね、駅前にあってさ、そっからユツァ学院の方までこう歩いていくときにね、こうヨゼミを見ながら頑張ってここに行けるようになるんだみたいな感じで行ったの覚えてますね。そうですね、池袋なんてまさにジュンク堂の裏にねヨゼミあったし、で寸大河合とあって、そういったところに四谷学院2つなんかあったよね、建物ね。でその別館みたいなところに行って授業をしてたっていうのを覚えてますね。なんかでも最初に出勤するときには本館に行かなきゃいけないんでね、本館で名簿もらってその後別館に行くみたいな、なんかそういう作業をしてたなっていう記憶がありますね。めんどくさいなって思ったのを覚えてる。まあ、大学院でしたけど、僕まあすごい生徒扱いされてね、いつもねコピーとかしてたら何やってんのみたいなね、コピーのあのカードくださいって言ったらはーって言ってとかね言われたのよく覚えてますね。で授業って言っても55段階ですねみたいな感じで、なんか55段階制の先生の方が下扱いなのかな、なんか個別ですか55段階ですかみたいに聞かれたこともあって、いや普通の集団授業なんですけどなった時とかもありましたね。で四谷学園のねいいところっていうのは授業がいっぱいある。別に普通のコマはそんなたくさんやってない。大宮が朝2コマ夜1コマで、池袋が夜2コマセットになってるやつだったのかな、高校生のそういう授業、それしか担当しないけど、講習になるとボーンってあるんですよ。池袋も大宮もすげえたくさん教えることになるんですね。誰っていう生徒がいっぱいっていう状況になるんですよ。浪人生がブワーッといっぱいいるクラスをいきなり担当するっていうね。それまあ移動とかもね大変だったんですけど、普通に5コマとか教えたりするわけですよ、1日に。だすごいな。まあだからそんな高くはなかったですけど、1コマ安いけどコマを積んでくれるっていうことで四谷学園はありがたいって言ってた先生たちもいっぱいいますね。でそうなんですよ、夏のね、今でも覚えてますが、夏の一番最初の講習、それが立川か、で一番最初の講習、僕ね寝坊したんですよね。だから予備校講師として初めての夏期講習、第一校遅刻、ね、第一校休校、なんか病欠って黒板に書いてある。そうそう、一校二校とねこう連続のコマだったんですよ、それね。で一校目だけ行けんと、病気でって書いてあるのにさ、2校目から普通に元気にやってくんだよ。それどうなのかなと思ったけど、うん、そんな感じで教えて、そう覚えてるわ。それを振り返りますって言ってね、結局じゃあ振り返ると、ね、確かで半額になるんですよ。だ本当にちょっとしかもらえない。ただその振り返りの日が、いやその日河合の模試なんですみたいに言われて、じゃあもう一個振り返るって言って、いやその日ヨゼミの模試なんですみたいな形になって、結局2つ模試と同じ日に振り返るしかできなかったんだよね。で2回やったから、じゃあ2回振り返るでお金が出るかって言ったら出ないんですよ。1回分しか出ないので、だから結局2回授業やってね4分の1みたいな感じになるわけですよ。いくらもらってたんだかな、4000だと思ってたんですけど、90分、いや90分6000じゃないですかとも言われたんで、まあわかんないです、4000だったのか6000だったのか覚えてないんですけど、4000円だったとしたらね、授業2回やってね1000円みたいな感じですよ。でも結局だから両方の申し受けてる人もいるから、すごいいっぱいいる授業だったけど、数人しかいなかったよね。あれはね、ほんとね、申し訳なかった。そんな思い出もありますね。いや、でもすごい楽しかったですよ。その講習の時はね、浪人、現役混ざってて、すごいたくさん人いるし、見たこともない、普段教えてない人がいっぱいいるわけですよ。なんかね、そう、ヨゼミの感覚だったから、ヨゼミの講習ってさ、先生で選ぶのがほとんどだから、この先生の授業を受けたいって言って、講習取るっていうイメージだったから、自分はそうやってやってたから、先生じゃなくて授業講座名で取るっていう感じだったから、あ全然違うんだなって思って、知らない普段教えてない先生なのにこんなにいっぱい来るんだなっていうのはね、ちょっと驚きましたね。まあそこでね、爆笑をいっぱい取るっていうのをね
それをね楽しんでやりました。当時はね結構毒舌も受けたから、今はもう毒舌とかさ受けない時代になっちゃいましたからね。でも僕は富田先生とか西先生の毒舌が好きだったからね、かなりの毒舌授業をやってたんですけど、めちゃめちゃ受けたね。もう多分今はね毒舌授業なんかしたらすぐに嫌われちゃうんでしょうけどね、はい、時代変わったなっていう感じです。まあこんな感じでですね、四ツ谷学院ではすごく楽しくやりましたし、授業もねいっぱい持たせてくれたし楽しかったです。はい、こんな感じですね。まあいろいろまた思い出したら思い出話はしていこうかなと思いますね。はい、まあまだね早稲田塾編とかね残ってますので、需要があったら話そうかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.